お手軽簡単テラリウムパウダリウム。どうもあきチャンネルのあきです。今回はこういったアイテムを使ってテラリウムパウダリウム立ち上げていこうと思います。まずはアイテムの紹介をしていきます。こちらが100均のケースですね。コンテナっぽい感じのね、小物入れになります。この中にね、レイアウトを組んでいきます。そして底上げとなる軽石です。そしてこちらは、レイアウトに使う石ですね。黒鉱石を使っていきます。そして水草の種ですね。ハイグロ SP ラージ、本当はスモールを頼んだつもりだったんですけど、ラージがね来てしまったので、少しこれだと大きくなりすぎてしまうので、ベビーハイグロのね種の方に交換しました。そしてこちらはですね、100均の、生け花とかね、花を生けたりするのに使うオアシスですね。これは水をね吸収してくれるので、夏場の乾燥対策にちょっとね下地として使っていこうかなと思います。そしてオアシスを貼り付けるグルーガン、そして土の方はですね、今回こちらですね、モデリングソイルを使っていきます。今回はね、こういったアイテムを使って立ち上げを行っていきます。まずはですね、100均ケースの上に軽石を引き詰めていこうと思います。底上げの意味もあるんですが、余分な水を下に落とす意味で軽石を引いてあります。そうすることで、軽石通気性も良くなるかなとは思います。湿気がこう湿度がありすぎても良くないし、乾きすぎてもいけないので、軽石を引くことで、通気性を良くして、ちょうどいい湿度に保てるんではないかなと考えています。そして次にですね、こちらオアシスですね。オアシスを全体に貼り付けていきます。あまりこう薄くていいと思いますね。あまり太くしてしまうとケース内がね狭くなってしまうので、薄くでいいと思います。で、あまりこれ結構ギゴギゴノコギリみたいに切ってしまうとカスが出てしまうので、上から下にスーッと下ろすような感じで切った方がいいかなと思いますね。これはね、悪い見本ですね。結構ね、カスが出てしまいました。で、貼り付けて、この上にモデリングソイルを貼り付けていくので、こう結構ね、デコボコになってもその辺はね愛嬌で、構わないと思います。こういった感じで全体に貼り付けていきます。こんな感じですね。こちらをグルーガンで貼り付けていきます。グルーガンもね、100均で売っているので、機械の方は300円かな。で、スティックの方は20本ぐらい入って、15本か20本入ってますね。それで100円ですね。今本当100均で何でも揃うんでね、本当便利な世の中になりましたよね。こんな感じでね、貼り付けていきます。あと端材なんかもね、もったいないので、こちらもね貼り付けていきます。全体にね、こんな感じになります。次にですね、この上にモデリングソイルを貼り付けていこうと思います。
皆さんはねこう手袋とかねしてこうやられた方がいいかなと思います。結構ね手がね黒く汚れてしまいます。まあ、自分はねこう手袋とかするのあまり好きじゃなくて、こうなんていうんですかね、こう感触を肌で感じたいタイプなんで、こう手袋とかしてしまうとなんかねこう感覚が鈍るっていうか、まあ、そういうこだわりがあります。なのでねいつもねこう素手でこうやっています。こうなんていうんですかね、直にこう伝わってくる感じがいいんですよね。ちょっとね説明が難しいんですが、そんな感じです。軽くこう押し固める感じですね。あんまりギュッギュッてやらない方がいいかなと思います。こんな感じで全体に貼り付けていきます。そしてここからは少し早送りとなります。まずレイアウトの石ですね、黒鉱石を配置していきます。まあ、前回もね使ってこれやっぱりねこう柄があると難しいですよね。どこを見せたらいいのか、迷いますよね。次に苔を植栽していきます。細葉沖縄苔となります。まあ、この細葉沖縄苔、イモリテラリウム、カイルテラリウムで、結構使ってるんですね。で結構、まあ、成長速度っていうのは遅いんですが、まあ、増えてくれるんですよ多少ね。なのでそういった増えた部分をね、使って、植栽の方をしています。こんな感じでしょうかね。次にね、最初にお話しした通り、ハイグロ SP ラージからベビーハイグロシードに変更いたしました。本当ねスモールを頼んだはずなんですよね。しかもね2袋を頼んでしまったんですよね。それがね2つともラージなんで、まあ違う少しね大きめなケースでこうなんかね立ち上げて、ラージの方は使っていこうかなと思っています。まあ、種の方はですね重ならないように、まんべんなくね、こう引き詰めていくと、綺麗な絨毯になると思います。まあ、あとは土の質感っていうのも結構ね残してあげた方が、色合いでねいいかなと思います。結構ねこれも、まあ、1ヶ月ぐらいは、まあ、絨毯のこういった感じで、まあ、成長を続けていくんですが、結構ねこれも伸びるんですよね。2センチとかそのぐらいまでね結構伸びてるんですよね。まあ、ホームセンターにね、まあ、こう水槽ね見本の水槽飾ってあるんですけど、結構ねもう1ヶ月以上経つのかな、それが結構ね2センチ3センチぐらいまでね成長してくれてるんで、これもねやっぱりこう、まあ、その速さ遅さあると思うんですが、結構ね伸びてくるんではないかなと思います。あとは霧吹きをしてラップをして発芽を待ちます。そしてこちらが種まきから3日で発芽をしてくれました。ちょこちょことね芽が出てきています。そしてこちらが種まきから4日となります。かなりね緑の絨毯になってきました。
それではこの後は完成した映像を見ていただいて終わりとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。